昨日公示された参議院選挙の期日前投票が今朝から始まりました。北九州市の小倉北区役所では、午前8時半の期日前投票の開始とともに。一票を投じる人たちの姿が見られました。あ、今日たまたま休みだったんで。もう、あの、早めに済ませておこうとう。え、これ以上の物価高がですね。続かないようにと。なんとか歯止めがかかるようにという思いもありますし。 選3議席の福岡選挙区では過去最多の16人が立候補しています期日前投票所は県内の役所や出張所のほか夢タウンやイオンモールなど一部の商業施設にも開設されます福岡県の有権者はおよそ424万人で投開票は来月10日に行われます県は感染予防のためにも期日前投票を利用してほしいと呼びかけています